にちは、絶望フットボーラーです。760日目ネクロール、連続10回挑戦ということで、今日はですね、今日もやっていきたいと思います。そして元気よく、ね、今日もやっていきたいと思います。元気があれば何でもできるということで、今日も一日ちょっと気合い入れて諦めないでやっていきたいと思います。今日はネックロールですね、やっていきたいと思います。最近は3回とか4回ぐらいですかね、連続できるのが。なので、まあ、ちょっとね、3、まあ、5回とかいけるように、ちょっとやっていきたいと思います。では早速やっていきます。よいしょ、よし、 OK。よし、今日はネックロールデーということで、ネックロールしか今日はやっていません。よいしょ、こう、体の正面でボールを上げる、で肩の先端からボールを上げるような感じでやっていきたいです。2回目の動作になかなかいけないですね、スムーズに。3回、4回続かねえな。
もう3回行ったからいいや。なんとか3回行きましたね。よし、そのさらに先まだ行けるよ。まだまだ行けます。何時だ。何時でしょうか。あ、7分ですね。いや、あと3回行こうか。じゃあ、よっしゃ、1回目行こう。じゃあ行こう。ああ、力の加減。いや、今日3回まででしたね。まあこの感覚はね、徐々にこうつかめていけばいいんですけど。そうですね。なんかちょっと反省点があるとしたら、なんか力んでる。いい意味でね、力を抜いてやれば結構良かったんですが、ちょっと力んでましたね。まあそこはまあ次を生かしてやっていきたいと思いますが、まあまだ。明日またね、明日も頑張っていきたいと思います。そうですね、ボールがなかなかこう真上に上がるっていう意識がないといけないっていうのと、そうですね、そう、体の真ん中ぐらいでボールを上げるっていう、であとは力まないっていうことですよね。これをまたつつね、次に生かしたいと思います。はい、では、だんだん明るくなってきましたが、今日一日ね、お互いに良い一日にしていきたいなと、していきましょう、ね。よし、じゃあ今日はおしまいにしたいと思いますが、本当に悔いのないような一日、そしてまあなんか、まあ、苦しい時間帯があっても、まあ、そのこと自体を楽しむっていう、まあ、マインドでいきたいなと思います。楽しみましょう、人生。ではありがとうございました。またお会いできたらと思います。ありがとうございます。